皆さんこんにちは。もうすぐ夏休みシーズンがやってきます。皆さん夏休みの予定はもう決まりましたか？今回のピックアップ情報は、夏を何倍も満喫できる日立市内の2つのおすすめスポット、久慈サンピア日立と奥日立きらるの里をご紹介します。日立市の南部に位置する久慈サンピア日立、日立南太田インターチェンジからも大三河駅からも10分ほどでアクセスできる日立市最南端のリゾートホテルです。最大6人まで泊まることができる和洋室をはじめ、旅の疲れを癒してくれる日帰り入浴も可能な光明石温泉、またテニスコートや屋外プール、体育館などが備えられている久慈サンピア日立スポーツセンターが併設されています。久慈サンピア日立のレストランパッセル、こちらには地元久慈漁港で水揚げされた新鮮な海の幸に、茨城県を代表する厳選された食材の創作料理を味わうことができます。美味しいです。柔らかい、うん。奥日立キラナの里にやってきました。日立市は海と山の距離がとっても近いんです。なので山も楽しまないと損ですよ。それでは行ってみましょう。奥日立キラナの里は東京ドーム10個分の広大な敷地を活用した宿泊体験型のレクリエーション施設です。こちら日本一長いワクワクスライダーです。全長1188m の滑り台ワクワクスライダー、その長さはなんと日本一なんです。最大時速30km の速さで豊かな自然の中を滑り降りていきます。そしてこちら奥日立キラナの里の魅力は、なんといっても宿泊です。自然に恵まれた場所で楽しい時間を過ごすことができるんです。ケビンは全部で4タイプあり、どのケビンにもお風呂やキッチンなどがあります。またバーベキューサイトが併設されていますので、自然を満喫しながらお食事を楽しめます。奥日立キラナの里では昨年からキャンプが楽しめるようになりました。 AC 電源付きの全20サイトで車を横付けしてテントを立てることができます。今年の夏は久慈サンピア日立と海を楽しむのもよし、奥日立キラナの里と山を楽しむのもよし、楽しい思い出ができること間違いなしです。施設のお問い合わせ先はご覧の通りです。また日立市観光物産協会の Facebook や Twitter から最新情報もチェックしてくださいね。この夏は日立市でいっぱい遊んじゃいましょう。